ファンタスティックパーティー真夏のパーティーゲーム三昧。よいしょ。三昧って閉じるタイプですね。三昧、はい、って思ってましたもん。もう夏だから閉じていこうかな。そういうことか。暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか。はい、夏バテとかしていませんか。してますよ。してる。してるんだ。もうバテてるな。最近そうめんをめっちゃ食います。あ、いいね。夏してるね。そう、めっちゃ食ってるならバテてる、ね、僕は元気や。あの涼しい、やっぱお部屋に、あ、冷房が効いた、はい、冷房が効いたところにやっぱりいるんで。聞いてないっす。え、振られたんで。ぼちぼちぼち、今日ぼちぼちだな。いや、なんか勝手にこの 4-4 になってるじゃないですか。もしかしたらなんかやるとこで敵チームになるんじゃないかな。そうだな、チーム戦ある。じゃ、でもホームパーティーですからね。そう、ホームパーティー。ゆっくりと落ち着いて楽しむだけです。そう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 、家にいる感じでいいんだもんね。そうですね。イエーとかじゃなくてもこういう感じでいい。だから世界さんもこう落ち着きだった。まったり。すいません、正解はやめて。あ、ちょっと何で持ってるんですか今。まったり系でいきましょう。まったり系でいきましょう。はい、ね、今回はタイトルにもありますように、全員でゲーム三昧のホームパーティーを行いたいと思います。イエーイ。今流行りのですね、ゲームからファンタのオリジナルゲームまであると聞いていますよ、うんうん、ちなみにですね、パーティーをする時の一番の勝者って誰だか分かりますか。一番の勝者、勝者、パーティーに勝者ってあるんですか。パーティーの勝者、皆さんをおもてなし精神、あ、盛り上げる、一番盛り上げた人。なるほど、そういうのもありますね、うん、まあ一番の勝者っていうのは一番楽しんだ人のことを。なるほど、そっち、いわゆる楽しんだもん勝ちです。なるほど。なのでこのパーティーでも、最も楽しんだ MVP をメンバー投票で、こいつ楽しんでんなーって人を、うん、決めたいと思います。そういうことか。すごいな。なので見事 MVP に選ばれたら、とっても素敵なご褒美が、おー、よっしゃー、あれ急に来た。ありますよ。今日なんかクールで行くって言ってたんですけど、ね、もう方向性間違えた。ずっとキャラを掴みきれてない。この間25歳になったばっかりだから、それで大人の階段登ったもんね。はい、今日はやんないもんね。そう、やんないです。なので、まあ、今日は先方記事は一番楽しんだ人ですよ。はい、何かあるならとっとでやってください。ちょっと興味ない。楽しいです。あ、すごい、笑顔は見せてた。ポイント高いよ。僕じゃなくてカメラに見せてた。あ、カメラ顔で。ということで、じゃあ対戦のくじを、はい、カードを決めていきたいと思いますので、ボックスカモン。くじ、箱がゴロゴロ。そんなこと言わないで。なんか見たことある。これは見せない。これはまだ見ないでください。はい、全員一斉にします。いや、でもくじ引きって楽しいですよね。じゃ無理があるって。いいです。いや、すべてを楽しもうとする精神は嫌いじゃないです。ありがとうございます。監督に今日は気に入られるために。今日ユニフォーム着てますから、一人だけ。こっちでやるか。はい。壊れている。使える使えないわ。壊れている。あ、開けるよ。あ、開けるよ。開いちゃったね。開いちゃった。これね。残りの全員。オープン。7。お、あ、5番。9。1、3、5、8。これは1対2ということですかね。トーナメント1対2。よっしゃ。3対4。5対6。7対8ということで。なんで9がいる？なんで僕9？あ、じゃあ6や、6。6です。あー、楽しい。おいおいおい。楽しませてくれるじゃないかよ。ということで、初戦は、1番と2番を引いた堀夏 VS 大輝。よっしゃ。絶対大輝くん強いやん、絶対。